自転車旅11日目、出発しましょう。そしてなんか面白そうな公園がありました。真矢石公園ですね。源義経の伝説が残る地です。え、ここに義経が？兄の頼朝に追われ自刃したと言われておりますが、一説ではここから北海道に渡ったとも言われています。その説ではここまでなんとか逃げ延びた義経でしたが、津軽の海が荒く、ここで祈り続け穏やかになった海を渡って北海道に着いたのだとか。頂上には池石が建てられています。義経は伝説が多いですね。そうですね。モンゴル帝国のチンギスハーンになったとか、いろんな話がありますよね。その前に北海道によってジンギスカンを作ったのですね。そういう説もあります。え、ボケのつもりだったのに。まあ義経が作ったわけではありませんが、ジンギスカンの由来がチンギスハーンからっていう話はあるみたいですね。へえ。さて、前回は函館から大間までフェリーで渡り、陸奥湾を一周してきました。今日は龍飛先を観光し、中泊町まで行きます。龍飛先は前回の蔵などの聖地の続きです。アフター18話のあのシーンですね。龍飛先展望台まで来ました。なんだこのスイッチは。押してみましょう。石川さゆりさんの津軽海峡冬景色が流れるんですね。北海道からやってきた、はるばるチャリでやってきた、これから青森はるばる越えて目指すは果ての沖縄県。それではご覧いただきましょう、津軽海峡春景色。音が遠くなってますが、日本人なら脳内再生余裕なはず。あ、ここは日本で唯一の階段国道ですよ。階段が国道って不思議ですね。ここを上がると龍飛先展望台です。この先に聖地が。ここが大地の果てか。夕方に来たらもっとそっくりなんでしょうね。でもここもまんまの姿で感動してます。奥にうっすら見えるのが北海道です。これで見納めですね。旅の間はこれでお別れです。ウグイスが近くにいるみたいですね。和みます。さてこの後は近くの食堂で青さラーメンを食べ出発です。立ち止まりラインを南に進んでいくのですが、勾配 10% の坂に苦しめられます。悪い、やっぱつれは。時間をかけて最高地点の長官台に到着。名前に劣らず眺めは最高ですね。そしてここを下っていきます。いやっぽーい。今更ですが、今日の目的地は中泊町です。今後は新潟まで日本海沿岸をしばらく走っていきます。さっきは長官台まで1時間ほど自転車を押して歩いてたのですが、その分を下るとなると爽快感が半端ないです。これが自転車旅の醍醐味。ちょくちょく見かけるブレーキ痕が怖いですね。スピードの出しすぎには注意ということですね。まあそれも怖いんですが、熊出没注意の看板も見かけまして、そっちも怖いです。島民から目覚めて活動し始める時期ですからね。え、やばいじゃん。これからは熊出没の情報収集や山越え峠越えの時間帯を気をつけたりしないと、ワットエンド待ったなしです。やべえよやべえよ。坂道を下った後は道の駅小泊まりポン泊まりで小休止。イカちゃんいっぱいいました。そして山菜を取っているおばあちゃんからお菓子をいただきました。疲れた時には塩分も必要だよ、とのことでした。確かにその通りですね。そのおばあちゃんは毎年国道339号線を通るチャリダーに差し入れをしているみたいです。いろんな人の話を聞くのが楽しみということで、私たちが今年の第1号とのことでした。第1号っていうのはなんだか嬉しいですね。その後は13湖という湖へ。何が13なんですか。13もの河川が流れ込むからなのだとか。中山湖を見た後は今日の宿へ。アップダウンが激しい一日でした。新潟目指してどんどん行きましょう。今日は深浦町まで進みます。今日のお宿なんですが無料です。え、そこのオーナーが趣味で他のライダーのための宿泊所を無料で開いているみたいです。問い合わせたらチャリダーでも OK でした。すごいですね。
問い合わせしなくてもオーナーがいれば宿泊できるみたいです。はい。ただ周りには他の宿泊所がなく、ぶっつけで行ってオーナー不在だったらまずいことになるので、チャリダーは問い合わせた方が良いかも。自転車で夜走るのは怖いですからね。そんなこんなで面白そうな看板を見つけました。この時期のイチョウって。ですよねーわーん。11月中旬以降が見頃で、こんな鮮やかなイチョウが見られます。いいもん、秋は九州にいるからそこで綺麗なイチョウを見るんだ。再び走り、お次は深浦の千畳敷へ。え、何これすごい。1792年の地震で隆起したと言われている場所です。お殿様がここに千畳もの畳を敷かせて宴会を開いたことから千畳敷と呼ばれています。こんなところを酒飲んで歩いてたら確実に事故りそうな気がしますが、付近には兜岩、大雲岩といった奇岩もあり、西向きなので夕日も見られることから深浦町の観光スポットとなっています。そして道の駅深浦過疎生イカ焼き村でソルティソフトを注文。イカ焼き注文しましょうよ。道中静岡からのチャリダーさんと遭遇しました。青森まで新幹線で来て、そこから自転車で浜松まで帰るそうです。青森まで来たらもう後戻りできないですね。やはり旅人たるもの排水の陣で旅をするべきですね。パート1のこの発言を私はいつまでも覚えています。忘れてどうぞ。そして朝予告した宿へ到着。え、宿泊に必要なものがほとんど揃ってるじゃないですか。おまけにビール飲み放題でした。キンキンに冷えてやがる。オーナーには感謝しかないですね。テレビ台にここを維持するための募金箱がありましたので、気持ち程度でもいくらか入れると良いですね。他の旅人が旅を楽しむためにも必要なことですね。かわいいワンちゃん。オーナーの犬でちょうど朝の散歩に出かけるところみたいです。我々も一緒に出発しましょう。まずはすぐ近くのウェスパ椿山物産館コロボックルからモノレールで展望台へ行です。展望台から何が見られるんですか？世界遺産の白神山地が見られます。ただ今日は曇りなのであまり遠くまでは見通せないかもです。モノレール結構スローですね。展望台まで15分かけてゆっくり登っていくみたいです。展望台到着です。これが白神山地の景色ですね。確かに曇りなので遠くまでは見通せませんが、幾重にも山々が重なっており、白神山地の広さはよくわかります。こちらは畑ですか？そうですね。深浦雪人参を育てています。7月に種をまき、12月に雪の下から収穫され始める人参で、野菜とは思えないほどフルーティーだそうです。ぜひとも食べてみたい。雪人参のほとんどが、麓の物産館で売っている深浦人参ソフトの原料になっています。なぬ、早く戻りましょう。買ったどう？どうですか？確かに甘くてフルーティーですが、しっかりと人参の旨味も出てます。白神山地のおめぐみが最高にデリシャスマイル。さて、次はまた少し走って12個エコミュージアムへ、そしてバスに乗り換え青池まで来ました。おお、美瑛の青池とはまた違った青さですね。この青さは高い透明度と池に混ざっている物質が極めて少なく、水本来の色が出ているので青いらしいです。へえ、美瑛の青池とはまた違った理由なんですね。あちらは温泉成分が混ざってできた色ですね。池の青さを知る人よ。ちなみに12個とはある地点からこの辺りを見渡すと湖が12見えるからだそうです。13個とは違うのか。この辺りの湖は合わせて33あります。ややこしい。ではチャリを漕ぎ始めます。今日はついに青森を離れ秋田県の白島で向かいます。青森県に1週間ぐらいいましたね。これからはトントン拍子で県をまたいでいきます。あ、そういえば深浦の千畳敷は私の動画に早く登場する友人 S から教えてもらった場所です。今になって言う必要ありますかね。まあ、一応、伏線的なサムシングです。はあ、そしてしばらく走って、3都道府県目の秋田県突入です。秋田来たー。さて、今日はもう観光予定はないので、途中休憩しながら宿へ直行しましょう。そうですね。なので途中、道の駅、八森音の水へ寄り道。有名な水なんですかね。江戸時代に、お殿様が白神山地から湧いたこの水を飲んで、甘露甘露と称えたとされ、そこから音の水と呼ばれているのですよ。この声は？やあやあ、旅のお方、どこからいらしたのかな？君は東北キリタン。私たちは、札幌から来て、自転車で日本を回って、沖縄まで向かう途中です。なんと壮大な。よければ、秋田にいる間は、私が案内しましょうか？え、いいのかい？せっかくだし、お願いしましょうよ。お願いされちゃいます。
本格的な秋田観光は明日からなので、それから活躍してもらおうかな。この後、タラの芽を取っていたおじさんが声をかけてくれました。持っていかないと言われましたが、残念ながら調理する手段がなく、泣く泣く断ることに。タラの芽、天ぷらにすると美味しいんですよね。ああ、やっぱりもらえばよかったかな。はい、今日の宿に到着です。明日から頑張るぞ。今日は秋田市まで行きます。桜がもう満開ですね。桜でしたら千秋公園がおすすめです。久保田城の城跡でもある場所です。お、いいですね。道の駅ことおかえ、ここのご当地ソフトは2種類ありますよ。え、豆板醤？いや、豆板醤なんて絶対にソフトに合いませんよ。無難にこはじゃで。でも辛いソフトって気になりますね。いや、食べるのは私なんですから。私もどんな味かは知らないです。豆板醤ソフトです。味はどうですか？そんなに辛くは。あとから辛くなってきた。やっぱ辛いんですね。辛いソフトは初めて食べました。ご当地ソフトもこれからの楽しみの一つですね。たまに極物系の味もありますよね。あまり出会いたくないね。そんな感じで道沿いの桜を見ながら進んでました。桜綺麗です。島村で破けたパンツの替えを買いました。汚いです。いらん情報を。桜散る道を爆心していきましょう。爆心爆心。ちょうど今頃が桜の見頃ですかね。今年はそうですね。では秋田にいる間に桜を堪能しましょう。ここが千秋公園ですね。そしてこのタイミングで地元のチャリダーが話しかけてきてくれました。何でもここを案内してくれるのだとか。え、それは私の役目。ババヘラアイスをご馳走してくれました。仕方ありませんね。一緒に案内しましょう。屋台もありますし、今はお祭り期間中ですかね。そうですね。毎年4月中旬頃から桜の開花時期に合わせて開催される桜祭りの最中ですね。すごいいいタイミングですね。この地元のチャリダー J さんも桜を見に各地を回っているようです。ファットバイクで1日120キロ走ることもあるみたいです。え、120キロ、大先輩ですね。いや、全く。その後も J さんに案内され、秋田県立美術館へ。ここは中の作品は撮影禁止です。そして赤レンガ郷土館へも行ったのですが、改装中でした。あらら。そして今日はスーパー銭湯ユーランドで一泊、食事もご馳走になって、お酒を飲んで語らってました。秋田の人は温かいのですよ。 J さんも一緒に泊まったんですね。本日午前中は雨なので温泉でまったり、昼近くなってから出発です。これがファットバイクのタイヤですか。強そう。秋田城跡まで来ました。ここも桜の名所です。昨晩から今朝にかけて雨が降ってましたから、少し散ってますね。それもまた風情があっていいのです。でもまだまだ桜を楽しめますよ。ここは奈良時代に設置された大規模な地方官庁の跡地です。確かに戦国時代の城っぽくはないね。こっちに模型がありますね。それはこの官庁の移り変わりを分かりやすく示したものです。吹きさらしになってるのが面白い。キジだ、キジがいる。野生のキジもよく出没します。可愛いですね。さて、雨も今日は降らないようですし、少しだけ進みましょうか。そうして J さんとはお別れしました。またババヘラアイスをご馳走してください。こらこら。道中、道の駅いわきにてプラムソフトで糖分を補給し出発。ツバメが巣作りをしてて可愛かったです。もうそんな時期ですか。季節の変化に合わせて景色も変わっていきますから、それも楽しみですね。さて、今日はどこを目的地にしましょうか。出発も午後でしたし、隣町の由利本荘市はどうですか。じゃあ今日はそこにしましょう。あれ、由利本荘市ってすでに入っていたぜ。で、さてこの後は読んで時間を潰していたらすっかり夜に。本日の走行は控えめでしたね。で、今日もスーパー銭湯ですか。次回なんと、みんな大好き旅人たちの実家に宿泊。なんだって。いや、全然引きになってませんよ。次回も見てね。